松山吉と、ね、白が松山吉、黄色が吉田、どっちだ、どっちだ、一番大丈夫、見ても面白くないそうだな。赤ねえ、秋元もうチャボが乗った、いいライディング、次はカットバックかな、もうカットバックだ、やっぱりいいね、彼も湘南大地のミスターロングボーダーだな、あーいいカットバックだよ、やばいねこのカットバック、あーいい感じいい感じ、うまい、乗りもいいし、もうターンして、もうヨッチ君も頑張ってる、松山君頑張ってな、まあ偉大なチャンピオンだから、チャンピオンいい感じ、もうカットバックもいいね、もう秋元もいい波のね、ボトムターン、愛のボトムターンからカットバックもいいね、やっぱりな、やっぱりうまいな、秋元もな、いや素晴らしいね、これも偉大なチャンピオンだ、いい感じ、この波でコントロールしてるんだ、冒頭ねえ、秋元のターン、腰落として、膝折って色をつけて、何しろ難しい波だから、波がもう力全然ないから、風が悪くて、でももうつないでつないで、プロはね岸までみんな乗ってくる、偉い、プロ根性みんな持ってるよ、倒そうとも倒れないし、みんな足腰で、お、エノちゃんかな、タンパー、エノちゃんもね、やっぱりサーバーなんだ、白松山よちくん、ああいい感じだね、よちくん、おアクションを持つな、スープが崩れてくるから手前の波が、おピタ崩れた、あこのもらい方がもう GPS で試合と同じもらい方だな、いいね、ああこれなんか最高、スープいい感じだね、チャボだね、吉田くん、波がともかくね、力がないから、あこれもいいターンだね、エビ取りしてぐーっとターンしていく、おいいね、波の居場所がいい、カットバックしながら、スムーディーターンしていく、これがなかなか見てるとね、皆さん見てると何だと思うかみたいな、なかなかできないから、この波で目に見えないみんな力を出してる、俺には分かるよ、難しいんだよこうやって乗ってんの、板が重たい、波のが軽い、コントロールだし無理しにくい、波が速ければね冒頭もコントロールできるけども、いい感じだね、難しい波、皆さんもこの前の波を置き合いてやれば分かると思うけど、本当難しいのよ、脇本君いいね、ああいい感じだね、いい感じだよ、おーローリングしながらレールをつけながらうまくこらえて、
方5。いいね、切り替え方。ハーフムーンの日だから足が出てないからね、なかなか回らないようになってるから、ウォーキング来た。これがねテクニックなんだよ。波に置いてかれちゃうからウォーキングするとここで今ターンして、前を見てるから、波の先を見てるから何か起こすな。やっぱり常に波のね先を見て音をコントロールしなくちゃいけないから。これがハーフムーンズで昔流行ったフィンなんですよ。でこれをがつく方につくよね。これだけやっぱり大きいから安定感あるけどコントロールするのがすごく難しい。これが本当のロングボードのフィンです。今はみんな曲がらないからってこういう曲がったフィンとか乗ってるでしょ。それ本物のシングルフィンじゃないよ。切るってみんなごまかし乗りすぎてる。これをフィンをつけて曲げてみろよ。ターンみんなこの波が悪いのにね乗ってんじゃん、ね、これをフィンも乗れないでさ、俺はロングボーダーなんだけど釘沼で乗ってるね、みんなライダーがいるけども、このフィンつけてみなよ。これが本物のフィンだから、ね、まだ下にあるけどもでかい昔のフィンは、ね、こういうフィンをつけて、ね、堂々と滑りなさいよ。そしたらロングボードだって認めてあげるよ。これで曲げるの大変だよ。ターンもその代わりにノーズライディングのも重たいし、ハングバイブハングテンかけやすい。これにスープが当たるからね、なおさら曲がんないけども安定感するよ。これがハーフムーン。覚えて、これ本物のフィンザーリミテッドの世界で一番にも作ったところのシグのハーフムーンだから、これ本物だからでかいでしょ。こういうビューは少ないし、これは俺の型は俺が10段階で持ってるけども俺のとこしかないから、これはまだ下にでかいのあるから見たければ持ってくるよ。